こんにちは、速稼塾の久保です。今回の動画はね、大魔王転職さんっていうこのね YouTube チャンネルですね、こちらの方にチャンネル登録を呼びかける動画になってます。ですのでこの動画を見た方はまずね、動画概要欄から大魔王転職さんの動画、これをねチャンネル登録してから見てください。で今回私がねテーマに出したいのが、タイトル言いますよ。年収300万以下男竹内優子の自殺をどう見るか、どう考えるかというねタイトルだったと思うんですけども、こちらについてねいろいろと大魔王転職さんの、仕事感とか生命感とかね、幸せとは何なのかってことを語られてるんですよ。でおそらくこの大魔王転職さんって方はなんか20回以上ね転職をされた、20代30代ではご苦労されたっていうふうなお話をされてましたんで、多分ね40代の方だと思うんですよ。覆面してますんで正確なねお顔までは拝見できないんですけども、声の感じからねするとかなりね、若めのスタイルを保ったまんまの、40代なのかな。だから42、3歳かもしれないですね。私が47、8歳ですから、もうすぐ48になりますんで、もろ同世代っていうかね、ロスジェネ世代と言ってもいいのかなと思います。でロスジェネ世代っていうのはね、大学を出た後にもう本当に就職が急になくなってね、で私たちは真面目に進学して大学に行ったらいい会社に入れるからっていうのをまともに信じて真に受けて、もう本当にねテンプレートのまんまに進学して就職活動に参加したんですけども、就職先がないんですよ。先に就職した会社を運営してる人の世代がねむちゃくちゃやったんですよ。はっきり言いますけども、その現役で働いてる方がみんなしてね社会とか会社をめちゃくちゃにしてバブル崩壊みたいなことを起こしちゃったんで、その割を食らってね真面目に勉強した私たちは社会に乗り遅れたんですよ。それが未だに続いてます、はっきり言って。で私もねどういうわけか今こうやってね隠居してますけども、これはラッキーなんですよ。単なるラッキーです。本当に40歳ギリギリまで、39歳まで私はね毎年300万ずつ増える借金とともにね、年収300万どころじゃないですよ、年収マイナス300万ですよ。40歳になったら3500万の借金できたわけですよ。でやってることといえば麻雀屋の親父と赤字しか出ないみたいなね、広島市中区本通り8-24オープンリーチのオーナーでございました。いや辛かったですね。で私がねこの大魔王転職さんに羨ましいな、話聞いてみたいなと思ったのは、このニュージーランドのワーキングホリデーのお話なんですよ。なんか C 言語とかをやったっていう話も出てたんですけども、やっぱり私たちの世代ですよねそれはね。で私たちの世代といえばね、大魔王さん、これ見てらっしゃるでしょ、見てらっしゃると思うんですけども、これ見てください。私たちの世代といえばやるっけないとですよ、やっぱりやるっけないと。見てました、これ。見てない、見てないか。じゃあねエンジェルはどうですか。エンジェル見てない、見てるでしょ、見てないです。私の趣味は置いといてですね、ワーキングホリデーの話が出て、そこでねものすごくこの私の心に引っかかった言葉っていうのは、あこれ分かるわっていうのが、何でも聞けよって言われたんだけど、何が分からないかがなかなか言えない状態というね、こういう風なのがロスジェネ世代にはものすごくあるんですよ。未だにあるんですよ。分かんなかったら聞けよって言われて、なんだろうみたいなね、あるんですよ。いや共感しましたね。でそんな中でもその大魔王転職さんはなんかね、この感動を得たっていうんですよね、そのニュージーランドのワーキングホリデーで。その感動とかね、その幸せってものがどういう感情だったのか、これはねぜひね動画を見ていただきたいと思います。多分ね、あそういうことなんだねと、そこ分かるなとかね、ここはこうなんじゃないのっていうふうにいろいろで共感するとこあると思うんですよ。いやこのね大魔王転職さんってはっきり言ってね、 YouTube チャンネル的には何百人何千人いるわけではありません。でもだからといってね、そのトークの中身とか質が誰にとっても無価値なものであるってことにはならないんですよ。これから育っていくチャンネルだと思いますし、だから私はねそう思うから今回応援したいなと思いまして、この動画を撮らせていただきました。そしてね最後になりましたけども、大魔王転職さんにはちょっと私ねお礼を言わないといけないところがあります。それは今朝の動画でね、よくあることなんですけども、私の動画にねちょっとしたね、異論を挟んだ方がいたんですよ、コメントで。でもその後で大魔王転職さんは、私の動画がね実はものすごくためになってるんだと、参考にしてるんだっていうことをコメントで書いてくださって、本当にね嬉しかったですよね。だってコメントに書くってことは
私にアンチ的な内容を書いた人が見てる可能性もあって、その人の反感を買うかもしれないじゃないですか。でそういうのもお構いなしに、はっきり言ってね、付き合いがあるわけじゃないですよ。何回か見てくださってるなっていうのは私は思ってましたけども、コメントもね、初めてじゃないんで。でもこういう時に大魔王転職さんがぐっと前に出てくれて、私はこう思ってますってことをね、きちんと表現してくれるっていうのは、まさにね、 YouTuber の精神だと思うんですよ。私は言いたいことをきちんと言う、そしてそれがね、もしかしたら間違ってるかもしれないけども、間違ってることの指摘をやっぱりね、大いに受け取るつもりで、引き受けるつもりで、きちんと発信する。今回の竹内優子さんの件についてもいろいろと私はね、気づくことがありまして、今回このような動画にさせていました。で改めて、ね、お礼を言いたいと思います。大魔王転職さん、ありがとうございます。じゃあこれからもね、大魔王転職さんがもう本当にね、ぬくぬくと育っていくと思いますんで、表現がおかしいですけども、大きく育っていくと思いますので、応援していただきたいと思います。特に速稼塾の私の動画をいつも見てくださっている方は、チャンネル登録をね、必ずして、できれば大魔王転職さんの応援動画を作ってくださいよ。いつものようによろしくお願いします。それではいってらっしゃい。